カジノを含む統合型リゾート施設。I. R. の誘致を目指していた牧之原市が。今日、I. R. の誘致の見送りを決めたことがわかりました。牧之原市は今日、市の幹部による会議を開き。I. R. の誘致を見送ることを決めました。I. R. はカジノや国際会議場。ショッピングモールなどが一体となったリゾート施設で。 国は2020年代半ばの開業を目指して全国から3カ所を選ぶ方針です国への申請は県と政令指定都市だけが行えるため牧野原市は県を通した申請を目指して立候補の意思を示していました到底まあ一気には間に合わないというのが明らかになったので一気の申請に関してはまず断念をせざるを得ないだろう いうのは結論であります。SBS の取材に対し、杉本市長は申請者である県が示した整備計画の作成では国への申請が間に合わないことを挙げました。牧野原市が今回 IR の誘致を見送ったことで、県内からの立候補地はゼロとなりました。